犬の習性。犬は長い共存の歴史の中で人間と共に生きる存在となっています。そのため犬には人間との交流に合わせたような習性があります。例えば犬は社交的な生き物であり、人間や犬以外の動物との交流を好みます。また飼い主に従順であり、命令を待つことができます。これは犬が群れの中で生きることに由来しています。群れのリーダーを尊重することで群れ全体の生存率を高めることができるためです。犬はまた匂いに敏感な生き物です。これは狩猟犬としての習性から来ており、飼い主を含めた身近なものの匂いを覚えておくことで異物や危険を察知することができます。犬には個体差がありますが、大抵の犬は運動を好みます。これも狩猟犬として捕獲能力を高めるための習性から来ています。適度な運動は犬の健康維持につながり、またストレス解消にもなります。しかし犬の中には攻撃的な行動を見せることがある個体もいます。これは主に社交性の不足やトラウマなどが原因です。攻撃的な犬には適切なしつけが必要です。犬の習性を理解し、それに合わせた飼育を行うことで犬との共同生活をより豊かなものにすることができます。適切な教育と育成によって犬は人間にとって良きパートナーとなることができます。人と犬との絆はとても深いものです。犬の習性について話すと、私たちはよく彼らの忠誠心や遊び心などを思い浮かべます。しかし犬には人間とは異なる本能や行動パターンもあります。また犬は群れで暮らす動物なので、人間や他の犬との絆を大切にします。犬の気持ちや考え方を尊重して適切なしつけやケアを行うことで、犬と人間の関係はより良くなるでしょう。